ディーン・グッター・ハム・アッチソンはアメリカ合衆国の政治家、弁護士、ハリー・エスト・ルーマン政権にて第51代国務長官を務めた。冷戦初期のアメリカの外交政策を形作り、トルーマンよりもトルーマン・ドクトリンにマーシャルよりもマーシャルプランに対して責任を負ったと評される。ちなみに第二次世界大戦後に日本で活動した外交官のジョージ・アチソンとは、 性のスペルが異なり、血縁関係はない。1893年4月11日にコネチカット州ミドルタウンで誕生した。父はイギリス生まれの牧師でアメリカに移住し、母はカナダ人であった。1912年にイエール大学に入学し、在学中は有名な秘密結社のスクロールキーに入会した。1915年に大学を卒業後、 ハーバード大学ロースクールに進学、フェリックス・フランクフルター教授に指示し、フランクフルターによって、ワシントンでの仕事を紹介される。1918年に、大学院を修了後、アチソンは最高裁判事、ルイス・ブランダイスの秘書を務める。アチソンは、民主党の支持者として、ワシントン DC の法律事務所で働いていたが、フランクリン・ルーズベルト政権下で1933年5月、 財務次官に任命された。だが11月には、陛下切り下げに反対して、同職を辞任、弁護士業に戻った。しかし1941年には、経済担当国務次官補に再度任命され1945年8月まで、同職を務め、1944年には、戦後国際金融秩序を構想する、ブレトンウッズ会議に出席している。日本の幸福が間近な頃、 天皇制は時代錯誤の危険な封建的制度であるとアチソン、国務次官補は論じ、天皇制存続を認めたジョセフグルー国務次官と議論している。1945年8月にトルーマン大統領によって国務次官に任命され、続く2年間にわたってアチソンはトルーマンドクトリンとマーシャルプランの立案に重要な役割を果たした。アチソンは 革命の危険にある国々での共産主義の普及を停止させる最良の方法は、それらの国々の進歩的勢力と連携することであると主張した。1949年にアチソンは、ジョージ・マーシャルの後任として、国務長官に任命された。アチソンは、国務長官として、共産主義の封じ込め政策を継続し、NATO の結成に尽力した。 極東地域でも1950年1月に日本、沖縄、フィリピンアリューシャン列島に対する軍事侵略にアメリカは断固として反撃するとした不交代防衛戦演説を示した。ただし、この演説は台湾、朝鮮半島、インドシナ半島など場外地域については明確な介入についての意思表示を行わなかったことから朝鮮戦争の誘引になったとされている。 同年1月にはアメリカは台湾武漢省声明も発表しており台湾海峡を防衛するとして第七艦隊を派遣したのは朝鮮戦争開戦から2日後の同年6月27日だったアチソンの政策は受動的な封じ込めであり共産主義陣営に対して積極的に攻勢を取らなかったとしてジョセフ・マッカーシーをはじめとする共和党の 求心的メンバーによって攻撃されることとなった。アチソンは封じ込めという和を同等視するアメリカ人たちから嘲笑の的となった。1950年12月15日、下院共和党は満場一致で彼の悲鳴を可決している。国務省職員のアルジャーヒスがアメリカ共産党員でソ連のスパイであると球団されるとヒスを子供の頃から知っていたアチソンは 彼の無罪を確信し、密かに支援を与えていた。ヒスの偽証罪が確定した際にも彼を見捨てることはないとコメントし、ジョセフ・マッカーシー上院議員によるマッカーシズムの燃え上がりに貢献してしまった。さらにアッチソンは、朝鮮戦争におけるダグラス・マッカーサー将軍とハリー・エストルーマン大統領の論争で大統領の側につき強硬派を狼狽させた。アッチソンとトルーマンは、 戦争を朝鮮半島内に限定しようとしたが、マッカーサーは中華人民共和国への戦線拡大を要求し、大統領に罷免された。アッチソンは1952年、アメリカ合衆国大統領選挙に減滅し、弁護士業に戻った。その公的経歴は終了したが、その影響力は引き続いて保持された。アッチソンの法律事務所は、ラファイエット公園を横切った。 ホワイトハウスに効果的に影響力を与えられる場所に置かれ、アッチソンはこの事務所で多くの仕事をこなした。アッチソンはケネディ、ジョンソン、ニクソン政権への非公式アドバイザーに就任し、キューバ危機の発生時には助言を求めるジョン・ F ・ケネディ大統領によってエクスカームに招かれた。1964年には大統領自由勲章を受賞また、 ベトナム戦争が激化した折には、リンドン・ビー・ジョンソン大統領に、北ベトナムとの和平交渉を助言した。1970年に、国務省時代を改装した、プレゼント・アット・ザ・クリエーション、マイ・イヤーズ・イン・ザ・ステート・デパートメントで、ピューリー・ザー賞を受賞。1971年に、メリーランド州、サンディ・スプリングで死去した。78歳であった。トルーマン大統領図書館には、 工人としてのアチソンの残した文書類が保管されている。目録はホームページから確認できる。スクロールキーは1841年に設立されたイェール大学の学生友愛会。ハワード・ショーンバーガー、占領1945から1952、戦後日本を作り上げた8人のアメリカ人、時事通信者46ページ。ありがとうございます。